TC 楽器は新大久保駅徒歩0分、見てください、目の前です。これもそうなんですけどね。あ、すげえ赤くなっちゃってんだ。こっちもこれ本当もう変速、ね、おはようございます。どうも、お疲れ様でございます。暑いです。暑いっすね。ちょっと湿気がやばくなってきましたね。もう蒸し暑くてね、6月とかになるんで、はい、暑いし湿気が強いし、楽器特にギターにとってはしんどい季節になってきましたけど、ここでこう今一度というか、まあいつもね店頭だとお客さんとかには言ってますけど、はい、その温度湿度気をつけましょうねっていうお話をちょっと小川さんからお願いしようかなと思って、座っちゃってすみません。まあ人間と一緒で楽器もやっぱり同じように、蒸し暑くなってくるといろいろちょっと気をつけなきゃいけないことが出てきまして、ちゃんと不調になるんですよね、人と一緒 で、やっぱり人と一緒で居心地がいい環境だとギターのコンディションにも優しい、ね、温度湿度、ね、特に冬とかだったらやっぱ乾燥、割れとか、そうですね、そういうのが怖くなってきますけど、夏場のこの多湿な状態っていうのはネックが反っちゃったり、木部のトラブルもたくさんありますけど、そうですね、やっぱ身近なところだとでも感じやすいのだと塗装とかもありますよね。そうですね、楽器にラッカー塗装って多いんですけど、やっぱり高温多湿になってくるとなんかいつもよりちょっとベタついてきたりとか、あれと思う時があるんですけど、ありますよね、はい、本当にねひどくなっちゃうと、これ分かりますかね、このスタンドの首のところのね、あとなんですよ、スタンドが当たるところが塗装が溶けちゃってるんですよね。スタンド焼けって言われるやつですね、この部分、ここですね、こういう風にスタンドの当たるところ、そこのゴムの材質で影響を受けちゃって塗装が溶けちゃったりとか、高温多湿じゃなくてもスタンド焼けって起こり得ますけど、その夏場落下ってやっぱブヨッとする個体あるじゃないですか。そうですね、ベタベタするなみたいな、そういうのはなおさらスタンド焼けとか気をつけなきゃいけない。そうですね、落下塗装ってやっぱり高温に弱いので、すごく薄いから風合いがあって木の感じも出てすごくいいんですけどね。ただその代わりそういうデリケートなとこもあって、気をつけないと反応しちゃって溶けちゃったりとか、例えばケース入れっぱなしでひどい時だとケースの中のインナーの毛足が溶けて、そうあるある、くっついちゃったりとか、貼り付いちゃうときあれになると大変ですよね。だから結構うちも中古屋さんでいろんなね、たくさん入荷品扱ってる中で、そうなっちゃってる個体って多々見受けられるじゃないですか、ずっとケース入れてしまっといたんだろうなみたいなやつとかもあるし、そうですね、今ちょっと探してみたんですけど、こうボディの、これ全体がね、こう半艶みたいになってて、ブズブズになっちゃうんですよね。でこういうのはひどくなると本当ケース入れっぱなしだともうインナーにくっついちゃったりとか、癒着しちゃうことがあるんですよ。これもともとだからツヤツヤのね塗装だったのがこうザラザラになっちゃったりとか、これケースですね、確かに。そうですね、はい、でひどくなると本当毛足がねここに、そうここから毛がねくっついちゃって、ね、溶けついちゃって、そういうこともあります。でこちらはこれもそうなんですけどね、あーすげえ、これケースですか、これケースでしょうね、赤くなっちゃってんだ。これ本当もう変色、この物質との密着っていうのは気をつけなきゃいけないですよね。そうですね、ここになんかね多湿とかが加わってくるとなおトラブルが起きやすいっていうので、こういうマーチの高いモデル、高級モデルとかでも結構やっぱデリケートなところだったりするんで、これ見えるかな、このフック焼けですよね。そうですね、スタンド焼けの一種ですけども、これもゴムの反応しちゃってですね。そうなんで、まあなかなかねこうちょっとであれば取れることとかもあったりはするんですけど、まあ、なかなか元通りって一筋縄じゃいかないんで、なるべくまあならないようにっていうのがポイントですよね。そうですね、まあ、大事なギターですからね、気使っていただいてたまにチェックしてもらって、完全にひどいことにならないうちに発見してもらって対策すると、温度湿度の問題は前の動画で田中さんとのヘリクスシリーズでもやったんですけど、だいたいまあ湿度は 50% 台半ばとかにキープして、まあ、温度は22度とかそのぐらいにしておくと適正に保てるんじゃないかっていう、まあ、当店のこう経験に基づくですね、あの数字ありますので、まあ、夏場はやっぱ、除湿機使ったり、あとまあエアコンなんかの運転で割とバランス保てたりもするので、まあ、その辺気をつけていただいてって感じですよね。そうですね、やっぱり人と一緒で本当過ごしやすい環境に置くことが大事だと思うんで、
まあ、被害が出やすいそのスタンド焼けに関しては、うちでもですね、こうスタンド見ていただくと。一応トラブル起きないように、はい、いろいろね。これでも完全ではないんですけど、はいはい、不織布って言って、はい、毛足のこうない、こういう、うん、ゴムが直接触れないように。そうですね、保護して。はい。はい、これもいろんな布を試したんですよね、昔。そうですね。そうなんか厚手の、なんていうんですか、綿みたいな素材とか、うん、いろいろ試した結果、まあ、不織布が一番トラブル少ない、うん、じゃないかなってなってますよね、今。いろんなギター扱ってますけど。ね、うん、普通ギタースタンドってみんなゴム剥き出しなので、はい、まあ、ちょっとこういうの一手間ですけど、うん、巻いていただくとギターに本当優しいので。そうですね。100円ショップなんかでも売ってるので。はい、たまにお土産みたいなやつの積み紙とかでもあるんで。あ、そうですね。そう、はい。僕はそれ家で使ってますね。まあ、でもだいぶ違いますね。うん、で、まあ大事なのはやっぱり置きっぱなしではなくて、はい、やっぱ動かす。たまにね、こう、様子見てみて、そうです、ね、大丈夫かなみたいなね。やっぱり溶け出すときはサインが出てるんで、うん、ちょっと塗装がベタついてくるとか。意外と、うん、ほら、スタンドカバーみたいなやつも売ってるじゃないですか、世間に。はいはいはい、あれ、落下対応って言ってるけど、溶けるやつあるんですよね。うん、危ないですよね。なんか、一見豪華で、そうそう、もさもさの毛足が長いやつ。あれ、溶けて、あれ、落下対応って言ってますけど、うん、落下自体がもう温度湿度とかでやられちゃうと、うん、結局その毛持ってっちゃうんですよね。そうですね。大丈夫ですよって言ってたはずの、うん、スタンドカバーのケバケバがついちゃうってことあるじゃないですか。うん、もう難しいですけどね。かえって大事に至っちゃうというか。そう、あれだから本当にギターにもやっぱ相性があって、そうですね。ラッカー対応だからどんな環境でも大丈夫ってわけではない。うん、これ気をつけなきゃいけないですよね。特にそのヴィンテージギターのラッカーとかって、はい、近年のものと違って、やっぱ経年によってその劣化してますから、はい、溶けやすくなってたりとか、そういうのもあるので、特にヴィンテージなんか気をつけた方がいいですよね。そうですね。なんでまあ、当店はこの不織布が一番いいんじゃないかと。そうね、まあ、完璧じゃないんで、本当にもう、個体次第で反応しちゃうんで、はい、うちは、これ溶けやすいなって答えあったら、頻繁に見るようにしてますよね。ね、僕はこれ、不織布の布、売ってるとこわかんなかったんで、はい、赤服をいただいたときに、あ、なるほど。赤服になんかピンク色の不織布の包みがあって、はい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 ね、ああいう、ね、そうそう、あれ俺ちぎって貼ってます、家で。はいはいはい、ピンク色かよ、みたいな。まあ、そんな身近なところにもある素材なんで、はい、まあ、ちょっと参考になる、ね、試していただければ。まあ、もし、そのね、この塗装ちょっとこうなっちゃったんですけどって、まあ、うん、なかなか簡単に治ることなかったりはするんですけど、ラッカー自体が完全に変形してなくて、上にちょっとケバケバがついちゃっただけとかだと、取れることもなくはない。そうですね。もう完全に溶けちゃって、まだ地までいっちゃうとね。そうそうそう。もうどうしようもないんです。なんで、上っ面だけだったら、ちょっと綺麗にできることもあるかもしれないので、うん、まあ、もし不安事があれば、ぜひご相談いただければっていうところですかね。そうですね。なんで、まあ、これから梅雨にも入って、大変な時期になると思うので皆さんお気を付けくださいという、まあ、体調の方と、まあ、ギターの方の健康も、ね、体とギターとね一緒に楽しいミュージックライフを送っていただけるように、はい、ね、願っております。いい締めの言葉をいただきました。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。TC 楽器アコースティック売り場、ただいま絶賛高額買取中です。どんなモデルでもお持ちください。ご来店お待ちしております。よろしくお願いします。